そして今夜は今夜くすぐるような指でほくろの数も一から数え直して、そうよ初めての顔でお互いにまたも燃えるの。愛した後お互い他人の二人、男と女、そして一人と一人、あなたは私のことを忘れてきは迷ってきてもいいのよ。そして愛し合う時に何人もかも奪い合うのよ。昼顔のテーマとして人とよさんがカバーされていたこともあって、どのような方も一度は聞いたことがあるような歌だったのではないでしょうか。私たちはこのようにどのような年代の方が聞いても一度は耳にしたことがあるような、あ、懐かしいなって思えるような曲を4人で歌っているグループです。はい、はい、今ちょっと先ほどのグループとは違ってといいますか、ちょっとエロチックな雰囲気をお楽しみいただきましたが、ドロドロなちょっと不倫とかしちゃいましたが、はい、次からはちょっとしっとりゆったりと心一休みできるような曲が2曲続いてお聴きいただきたいと思っています。まず1曲目が松山千春さんの君を忘れないという曲です。この曲は愛する人への気持ち、愛するがゆえの大切に思う気持ちを高らかに歌い上げた曲となっています。松山千春さんと聞くと果てしないっていう曲が一番最初に思い浮かぶ方も多いかもしれませんが、この君を忘れないという曲もとっても素晴らしい名曲となっているので、ぜひ歌詞に注目しながらお聴きいただければなと思います。そして続きます2曲目は、柏原芳恵さんの春なのにという曲を歌わせていただきたいと思います。今日はお昼間は割とポカポカと暖かくて、ちょっとだけでも春を感じられるような一日でしたが、私たちの歌声からもちょっと歌詞は切ないですが、これからやってくる春を感じていただけたらなと思います。それでは2曲続けてお聴きください。君は砕け散った夢のかけら、人
¡Gracias!
少し違って4人での構成で歌ってるグループになるんですけど、ぶつかつぶつかつって皆さんの中でアカペラといえばみたいなところがあるかもしれませんが、ボイスパーカッションとコーラスが1人4人構成で歌っています。やはり6人よりかはちょっと人数が足りず、スペースも広く少し6人のグループさんと比べるとやっぱり頑張らないと厚みが出せないので、いつも頑張って歌わせていただいているグループになるんですが、はい、私たちは4年生の同期グループで2年生から2年間一緒にやらせていただいているんですけど、もうあと1ヶ月半後に卒業が控えてまして、寂しいです、ね、寂しい。もう一区切りちょっとみんな点々ちりちりにそれぞれのところで働くことにはなるんですけど、はい、次の曲はですね、そのような少しさよならをテーマにした曲となっています。次に歌わせていただく曲、皆さんは一度は聴いたことがあるとても懐かしい曲となっているので、皆さんもこのあと1ヶ月半後に迎える少し別れもある方もいらっしゃると思うので、少し想起しながら大切な人を思い出しながら聴いていただけたら嬉しいです。私たちでアマチュアバンドは最後のグループになります。で次で最後の曲になるので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではここまでお聴きいただきありがとうございました。お聞きそれでは次の曲を聴きくださいすいません山口百恵さんでさよならの向こう側。I'm not a d a n c e r
Thank you.